強制わいせつ致傷容疑の山川穂高さん、同僚から冷ややかな声、鼻へし折られた方がいい。妻の支えがあったからこそ大輪の花を咲かせられたわけだが、民放テレビ関係者は山川のグラウンド外の行動を危惧していた。結婚後も豪快に酒を飲み、いろいろな女性と遊んでいた話を耳にしていたので、週刊誌にすっぱ抜かれるんじゃないかとヒヤヒヤしていました。既婚者だし、チーム関係者に家族を大切にした方がいいよと忠告されたこともありましたが、届いていなかった。お調子者の性格なので天狗になっていた部分もあったと思います。一度鼻をへし折られた方がいいとチームメイトたちは冷ややかでしたが、まさかこんな事態になるとは。山川はあと15日で FA 権を取得する予定だったが、一軍復帰の見通しは立っていない。仮に FA 権を取得しても、獲得に乗り出す球団はないという声もある。誘致から視されていたソフトバンクも獲得に乗り出せばチームのイメージダウンが懸念されるため、調査を見送る公算が高い。行動が典型的なうちなんちやね。相当仲間からも嫌われてるやん。秋山にあれがおるんで別のとこ行きますわって決断させたってのは本当なんか？たまたま今回が事件になっただけでいつものことやったんやな。西武のチャラい伝統が悪いわ。特に鍋球監督時代から顕著やろ。ベテランのおかわりに定期的に4番取られとるのに天狗になれるんか？例の行動から出てくるのはこんな話ばかりやな。割と嫌われてたんか。とりあえず記者の印象はかなり悪そう。でしゃばってクソつまんないこと言ってたよな。なんこいつと思ってたわ。鼻へし折られた方がいいとかまだ可愛いレベルやん。口にしないだけで絶叫な人もおるやろ。オールスターで佐々木に公開謝罪させてたよな。取材相手の性別次第で態度変えてた恨みか。でかすぎる一件のせいでそれまではなんともなかった一件と繋がるから記者はボーナスステージ感覚で書いてそう。やったことの重さは全然違うが清田坂本あたりは関係者からあいつクズみたいなエピソードはあまり出てこんかったな。大谷を見て野球やめたいとか舐めたこと言ってた時点で嫌いになったやつ多いやろ。ワイはかなり冷めたであの発言。お互い覚悟の上での不倫ならまだしも、強制わいせつ致傷ってさすがに無理だろ。これで普通に続けてたらドン引きだわ。なんくるないさ。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。